はい、皆さんこんにちは、グローカルの松田です。今日はですね、元 JICA 海外協力隊出身で今国際協力の関係で映像とか制作に携わられているお話を聞くために川崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、川崎さんが国際協力に今携わられているということで、もともと国際協力に興味を持ったきっかけからお聞きしたいなと思ってるんですけれども、何かきっかけがあったんですかね。はい、大きなきっかけが一つあったと言われればそうではないんですけど、まあ、積み重ねで言うと、世界史を高校時代専攻してたので、海外のことは割と知るのは好きな方でした。ただいつか旅行で行けたらいいなっていうレベルで、それをこうボランティアであるとか、そういう国際協力にいつか挑戦してやろうっていう気はそこまでなかったんですけど、高校2年生の時にサッカー部でサッカーをやってたんですけど、その時にちょっと怪我があって、若干こう寝たきりの生活を強いられることがあったんですね。その時にいろいろ考えることがあってですね、自分は今しんどい目に遭ってるけども、こう視野を広げれば世界にはもっと大変な境遇にいる人たちがいるんじゃないかなっていうので、病気が治った時にですね、自然とこうそういう人たちのための人生にしようと腹を自然とくくることになって、で、まあ、今に至りますね。なるほど。大学は専攻は国際協力の関係してるところになるんですか？はい、高校2年生のその怪我をきっかけに一気に視野が広がって、はい、大学入学時にはもうそのためにいろんなことを学ぶんだっていう状態で入学をしたので、はい、法学部の政治学科ではあるんですけども、はい、ちょっとこうジャーナリストに憧れてですね、うん、文章を書くのが好きだったので、まあ、海外いろいろ旅して文章を書くっていう、はい、そういうところから国際協力に興味を持っていったって感じですね。そうなんですね。じゃあもう大学生の時にはもう国際協力っていうところにはもうフォーカスを置いてたって感じですね。はい、かなり強く置いてました。なるほど、はい、大学卒業とともに JICA 海外協力隊に行かれたってことなんですよね。はい、そうです。選択肢としては、はい、まあ、大学1回生の時から JICA 海外協力隊の説明会とかには行ってたので。あ、そうなんですね。協力隊に行くか、はい、大学院に進学するか、はい、就職するかっていう、はい、僕の中で3択だったんですね。3回生4回生になっていくにつれて、はい、海外協力隊一択かなっていうふうに絞ってったって感じです。うんうんうん、なるほど。 JICA 海外協力隊の情報を集めるにあたって、どういうところから情報を取ってました？まず地元が当時兵庫県の神戸市だったので、神戸市で行われている説明会に、おおよそシステムとか仕組みとか分かってても足を運んで、出身者 OBOG さんの話を聞いて質問をしたり、言っている自分をイメージしたかったので、はい、国際協力関係の本を読み漁って、はい、会えそうな人は会って、うん、でも準備っていうと結構不安でしたね。ネットからでもそんなに集められなかったので、兵庫県の OB 会の人たちにすごい助けてもらいましたね。なるほど、はい、で JICA 海外協力隊に応募することになって、うん、実際に応募した国とか、うん、応募した職種とか、うん、内容ってどんな感じのところだったんですかね。はい、また話戻りますけど、高校生のその怪我の時に CM とかテレビで見たのがアフリカの子供だったっていう経緯もあって、はい、ものすごい恩を感じてたんですね、うん、なので、まあ、2年間どっぷりと時間をかけて彼らに恩返しをしたいって思いがあったので、まず第一条件としてはアフリカの国であるということと、はいはいはい、あと案件はいろいろ見てはいたんですけど、なんとなくこう、まあ、自分に特別な資格とかもなかったので、コミュニティに入って現地の人たちとしっかりコミュニケーションを取れそうな案件に応募しました。なるほど、はい、そういうことですね。その職種っていうのがいわゆるコミュニティ開発、コミュニティ開発隊員です。コミュニティ開発っていう言葉を聞くと何してるところか分かんないって想像つくかもしれないですけど、具体的にどういうことをやるような職種になるんですか？はいはい、配属される団体や地域にもよるんですけど、主にメインで言えるのは、日本でもそうですけど、どんなコミュニティも問題を抱えているので、それをいろんな人とコミュニケーションを取りながら解決をしていくと。でその解決方法は、特産品を作ってそれを販売して収益を上げる人たちもいれば、農作物の収穫量を増やしてそれを換金作物、お金に換えるための作物として販売していくルートを作ってあげるとか、まあ、いろんな方法がありますけども、コミュニティ開発は一番必要とされる能力はやっぱコミュニケーションかなっていう、まあ、そんな職種です。なるほど、はい、じゃあもう現地にどっぷりと使って、うん、農家さんなのか住民なのかにもよりますけど、うん、やっぱその人たちの課題となっているものを模索して、それに対して改善していくような職種になるってことですね。そうです。実際の応募した時はどこの国を第一希望から第三希望まで選べるじゃないですか？覚えてます。これは今振り返れば偶然ではあったんですけど、はい、第一希望がマラウィ、はい、第二希望がケニア、はい、で第三希望がウガンダ。実際応募を受けるにあたって第一から第3まで受けるじゃないですか。面接とかって具体的に何聞かれたかって覚えてます？覚えてます。志望動機とか、いわゆる普通の人たちが想定できる質問以外では、うん、第1から第3全部アフリカだけど、なんでアフリカじゃないとダメなのみたいな質問とか、はいはい、あとは一村一品運動って言いまして、うん、まあ、一つの村で一つの特産品を作って、
村の名物として販売していこうみたいな流れが日本の大分県の村から始まってアフリカの国々に広まっていったという経緯があるんですけど、その一村一品運動で一番大事なことは君は何だと思うみたいな答えで言うと、収益を上げることじゃなくて人作りってよく言われますけど、人間を育てていくことだよみたいな話とか、そういうことも聞かれたりはしました。なるほど、はい、ありがとうございます。実際ウガンダに行かれたわけだと思うんですけど、はい、ウガンダでどういうことをする内容になってたんですか？私はコミュニティ開発団員として派遣されていたんですけども、主には稲作栽培の普及活動がまず一つ、あとは協力隊、割と自由度が高くて、そこから自分が課題と思ったことを自由に解決してくださいとか、目的に沿っていれば何でもしていいですよっていう感じだったので、稲作栽培とバナナとサツマイモが有名な地域にいたので、加工食品販売みたいな感じでちょっと加工して販売するっていう2つ目、で3つ目が写真撮影が当時から趣味ではあったので、それを撮って現地の印刷会社とコラボしてポストカードにして、その販売収益を現地の農家さんの長靴代に当てるっていう、長靴履いて農業しようプロジェクトみたいな名前をつけて、この3つを2年間続けて頑張ってました。なるほど、はい、実際じゃあその3つのうちの2つから聞いていこうかなと思ってるんですけど、はいはい、稲作栽培と加工品っていうところって具体的には農家の収入向上に寄与するための活動だと思ってるんですけど、はい、具体的にどういうふうにアプローチされてらっしゃったんですか？はい、稲作栽培に関しては日本でよく知られている水田で育てる品種と、日本では馴染みないんですけど陸の上で畑の中で育てる別の品種があったんですね。で、農家さんもこう自由に土地を持っているわけではなくて、先祖代々受け継いできた土地を有効活用しなきゃいけないので、誰の手も加わってないところを耕して稲作栽培をしませんかっていう呼びかけをしたりだとか、すでに稲作栽培を知ってたとしても正しい方法ではなくて我流でやってる人たちも多かったので、そういう人たちのためにワークショップを開き、そのシーズンで収穫した種子を別の人に配っていって効率的に栽培者を増やしていくっていう活動を稲作栽培の方はしてました。加工食品の方はもうだいぶ最初模索的なところから始まったんですけど、日銭を稼ぐための手段として自分たちの畑で採れたさつまいもやバナナをちょこっと加工して調理をして市場で売るみたいなことをやってました。そうですね、はい、ありがとうございます。すごく重要なポイントだと思ったんですけど、はい、アフリカって毎月収入が入ってくることってほぼないじゃないですか、うん、はい、なので稲作とかも収穫してようやくお金が入ってくる、うん、そのまではお金が入ってこない状態なので、うん、その際のお金どうするかってところで加工品とかで日銭を稼いで生活していくっていうところがすごく重要ですよね、はい、うん、ありがとうございます。じゃあ最後に長靴履いて農業しようプロジェクトについてはちょっと聞きしたいですけど、はい、農業するとき長靴履いてないんですか皆さん？はい、彼らは裸足で畑の上で耕しているので、トラクターとかそういう機械もないので全部人力なんですね。なぜこれを始めようかと思った経緯なんですけど、長靴を履いてないがゆえに尖った枝を踏んでしまうとか、クワで傷をつけてしまったとかで産んでしまったりして、パンパンに足が腫れている人をかなりの数見たんですね、うん、なので足元を守ることができれば彼らの暮らしも守れるんじゃないかっていう、だいぶ拡大解釈なんですけど、っていうところからこれを始めました。なるほど。ちなみに写真っていうのはどういう感じで撮られてたんですか？は村の人たちの暮らしとかを伝えてるようなポストカードがウガンダにはなかったんですね。これぞアフリカの暮らしみたいなポストカードがなかったので、子供たちの写真とかを中心に彼らの暮らしが分かるような写真を撮影してポストカードにしてました。で、今も販売してまして、それは概要欄に今も概要欄あるから、あるから作っとかないとねちょっと見たい人は参加してくれればすごくどういう感じなのかっていうのが分かるかなと思います、はいはい、これウガンダ基金としてちゃんとお金を横にのけて僕がウガンダに戻るときに換金するようとしてセーブしてますんで、ご協力いただければ嬉しいです、はい、実際にじゃあ合計で長靴って何足買えたとかって覚えてらっしゃいますか？120足、売ったポストカードは3000枚近くだった。3000枚、あれ1足買うのにポストカード何枚売らないといけないとか覚えてます？1枚1000ウガンダシリングで売ってたのかな、うん、あ、1000ですね。で、30枚で多分1足ぐらい、なるほど、計算だったと思います。それぐらいかな。でも 2、30枚だったと思います、はい。いや大変ですね。まあ僕の村からその長靴を販売してる場所までめちゃくちゃ遠いんで、前に6足後ろに7足頭の上に8足とかって積んで歩いてたので、結構名物になってました村では長靴しか持ってない、長靴おじさんみたいになってたんで。いやでもいいですね。120足ですか？120です。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあこの後はウガンダの生活であったりだとか今後のキャリアについてちょっとお聞きしたいなと思っております。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。